ツールドフランス1999は、ツールドフランスとしては86回目の大会。1999年7月3日から7月25日まで、全20ステージ、全校程 3687km で行われた。パンターには赤血球の基準値がオーバー。フランスでは、ドーピングは犯罪となるため、 過去最大級の山岳戦となるジロに宣言し、山岳コースの減少したツールには、不出走と宣言。ライバルのウルリッヒ、リースも怪我で欠場と40年ぶりに、歴代優勝者が一人も出場しないツールとなった。他にも全面のドーピングスキャンダルによる、チーム丸ごとの出場拒否や怪我、事故都合などから、ローランジャラベール、ミケーレバルトリ、フランチェスコカーザグランデ、 オスカル・カーメンツイント等有力選手の多くが出場せず、もはやツールドラブにいるとまで揶揄される事態となった。一方、ドーピングスキャンダルの主役とも言えるリシャール・ビランクは、スったもんだの末出場が決定した。同じく遺跡の末出場が決まったアレックス・セーレ、ガンからの復活を果たしたランス・アームストロングの走りに注目が集まる。プロローグではアームストロングが勝利。 生命すら危ぶまれていた状態からの復活ぶりに衝撃が走った。第1ステージではヤーン・キルシプーが勝利。翌、第2ステージで稼いだ、ボーナスタイムで、マイオジョーヌを獲得すると第7ステージまでこの男が、守り抜くことになる。第2ステージで、今ツールの行方を決定づけてしまう、大事件が発生した。80キロメートル地点にある海の中道。 パサージュドゴアで集団落ち者が発生。これにより、集団が分断され有力選手が、集団の前後に割れてしまった。通常前方集団は合流するまでスピードを抑えて、後方集団を待つのが、暗黙の了解事項であるが、後方集団の追撃体制が、いつまでも整わず合流しないためついに攻撃を開始。 アームストロングを擁する US ポスタルが中心となって集団を引っ張り最終的に後方集団に6分以上の差をつけてゴール。一方、後方集団には毎年のように優勝候補に挙げられるアレックス・ツェレーレ、前年4位で山岳賞のクリストフ・リネロ、同5位のマイケル・ボーヘルト、ジロのハシャイ・バンゴッティ、ロット期待の若手、リック・フェルブル・ヘラが取り残され、 早くも優勝は絶望的となってしまった。このステージを含めゴール勝負は毎回壮絶なスプリント合戦となるが、トム・ステールスが2勝、マリオ・チッポリーには4区間連続優勝にツール最高速記録の大記録を達成したのに対し、エリック・ツァベルは落ち者やペダル故障などの不運にもつきまとわれ、勝ち星を挙げられない。第8ステージの個人タイムトライアルでは、 アームストロングが精霊を抑えて優勝する。一方、第二ステージの集団落ち者の難を逃れた、個人タイムトライアルの世界チャンピオンアブラハム・オラーノは、カーブを曲がり損ねフェンスに激突。後発のアームストロングに追い抜かれるという大失態を、演じ、優勝圏外に脱落して行った。前年総合3位のボビージュリックは下り坂で、スピードを出しすぎて、転倒。 六骨折る重傷を追いこのステージで去っていった。アルプスに入る第9ステージ、ゴッティとエスカルティンの逃げに合流したアームストロングが、さらにアタックを仕掛けそのまま単独で逃げ切りゴール。皮肉にも最後まで食い下がったのはもはや優勝が絶望的な精霊だった。前半戦を大いに盛り上げたキルシプーはガリビエ、峠入り口で自らバイクを降り、 リタイア、イタリア国境を越えて、ゴール地点のセストリエーレに凱旋したところでレースを終了する予定だったチッポリーニは、ガリビエ峠の下りで、落ち車し頭を打ってリタイアした。カテゴリー長級の山岳を3つ用する前半、最大の山場である、第10ステージは、フランス革命記念日の勝利を目指して、ステファン・ウーロとティエリー・ブルギニオンが長距離の逃げを敢行するが、 最後の上りで有力集団に飲まれてしまう。このステージでは、グエリーニがゴール3トル手前で奇襲を仕掛け、途中観客と激突して転倒しながらも逃げ切り勝ちを果たした。上位陣はほとんどタイム差なくゴール。近年三学レースでは、いいところなしだった、ベルギー勢だが、ロットチームのクルトファンドアウエルが一人気を破棄大きく、順位を伸ばした。 ピラネー初日、カテゴリー1級の山岳が5つ並ぶ最大の山場、第15ステージでは、実力はありながらも、区間優勝には、恵まれていなかったフェルナンド・エスカルティンが長距離の逃げを、実らせて、ついに区間優勝。総合成績も2位に浮上した。これまで、危なげないレース運びをしていたアームストロングは大きく、広がったタイム差に、 初めて危機感を持ち自ら追撃。エスカルティンとのタイム差は縮めたものの終盤力付き、ゴール前では、ゼーレと、ビランクに置いていかれてしまった。第16ステージでもエスカルティンが、猛攻撃を仕掛けるが、今度はアームストロングが、がっちりとマークし逃がさない。区間優勝争いの逃げには、上位陣は、加われず、ゴールは、 コゴーセラーノのアシストを受けたダビド・エチェバリアが、さらっていった。第17ステージ、山岳で構想していたトンコフが、ギフの死のためツールを撤収してしまった。ゴールのボルドーでは、ステールスが3勝目、サベルはまたもや敗れた。第18ステージでは、ツアー・オブ・ジャパンで勝ち星を挙げた、サイの ID カードを、お守りにしていた巨漢ジャン・パオロ・モンディーニが逃げ切り勝ちを、果たした。 第19ステージの個人タイムトライアルでは、アームストロングが、再び勝利。聖レは、わずか9秒差で敗れたが、総合成績で2位に浮上した。この種目を苦手とするエスカルティンはアームストロングから4分、以上遅れるものの、総合4位にいたライバルのデュフォーも、同様の成績だったため3位は死守した。アームストロングを、献身的にアシストしていたタイラー・ハミルトンは、 蓄積した疲労者ともせずに3位に入り能力の高さを見せつけた。最終第20ステージでは、その後、スプリント王として名を挙げるロビー・マキュアンがツール初勝利して幕を閉じた。サベルは4年連続のポイント賞を獲得するものの、またも区間優勝はゼロだった。ありがとうございます。